括弧して名刺にアムロと書いてありますけれども、まあ、子どもの、石垣で生まれて7歳まで石垣で育ちました。現在埼玉県の埼玉市というところで沖縄のカフェギャラリーあるいはカルチャー教室をやっております。そこでボニー・ジャックスをですね招いて定期的にコンサートをしておりまして、その中から今回この60周年記念を石垣でやろうということになりました。ということで皆様にぜひ告知ご案内をしたいと思って、お越しいただきました。